安住さんの孫です。信じられませんか。あんまり、そうですね。やっぱり似てるもんだね。バーバーって言いたい。そうとも言います。親方、優勝を断られた。何がすごいの。みんなに優しいから。バカみたい。庭師って楽しいよ。本気で弟子入りしたら。え、本当は自分の息子の面倒も満足に見なかった人なの。ちょっと、あんな人が父親なんて。お父さんかわいそうだよ。親方に会いに来たのは本当にお金のためだけ。聞きたいこととか言いたいこととかなんかあるんじゃないの。ずっと一人だったから。竹雄。はい。これからお前が親方だ。